大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況のお時間がやってまいりました。さあということで本日も前回の続きですね、オールマッチメイクリクエスト、まあ約1ヶ月2ヶ月弱ぐらい経ってしまいましたが、視聴者、クレイジーオーディエンスの皆様からいただいたリクエストにお答えするという企画、ぼちらぼちらリハビリがてらにやらせてもらっています。さあというわけで早速やってまいりましょうか。本日エントリーされた試合はご覧の通り、棚橋博士対ウィル・オスプレイということで、エントリーいただきましたのが大マクロスさん、いつもありがとうございます。大マクロスさんがですね、まあこれはあの格ファイプロ団体 WMW では、ちょっと有名になってるんですけども、このお母さん、大マクロスさんのお母さんもプロレスファンで、でこのいつもこのファイプロ実況を楽しんでいただいているというコメントをいただくんですけども、今回のエントリーに関してもどうやらこのどうやらっていうか別に嘘を言ってるわけじゃないですけどね、大マクロスさんとお母さんが、プロレス会場に足を運んで、で実際に見られたカードと、でこれが行われたのが G1 クライマックスの29だそうでね、8月10日の 8.10、A ブロックでの公式戦だったそうです。当時ウィル・オスプレイはまだジュニアヘビー級で、そのジュニアヘビー級のベルトチャンピオンになってベルトを巻いて、まあ、それを切符に G1 クライマックスに、殴り込みをかけたという状況で、対する棚橋博士は、その G1 クライマックスでちょっと負けが込んで、これで負けたら負け越しになってしまうんじゃないかという、まあ、瀬戸際の状態、つまり、まあ、ウィル・オスプレイとしてはその後ヘビー級になっていくということもあったりするので、上昇飛行ですかね。で、棚橋はちょっとこう落ち目といいましょうか、下降してきたところという2人の戦いということで、特にそのなんかあのすごい試合ではなかった、すごい何かをかけた試合ではなかったけども、会場は異様な盛り上がり、そしてこの大マクロス親子がですね、ウィル・オスプレイ推しで、大盛り上がりになるという試合になりました、なったそうですけどもね、お母さんが楽しんでいただける試合もうちょっとねやれるかどうかやってみましょう。会場はお任せだったんでね、60分1本勝負ノーマルルールの、スパイクドームでレッドシューズのレフェリーということでお届けしていきたいと思います。では入場シーンの方からご覧ください。試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版 PC 版のコンピューター同士の戦い、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。格ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクドニシオカが実況を務めさせていただきます。さあということでね、まあ、今回これ一本勝負なので、見逃したらあっという間に試合が決まってしまうかもしれないし、2人の長い戦いが続くのかもしれないしということで、あんまり下手なことは言えない状況なので、もう最初からね試合の方に集中してまいりましょう。さあということで、棚橋博士が、まあね100年に一度の男として、まあやっぱり強くしないといけないというようなこともあって、ブラッシュアップをかけた、というのもある中、このねウィル・オスプレイがね意外とね、なんて言うんでしょうね、ジュニアヘビー級で飛び技を得意としているので、それがズバッと決まったら一気に勝つ場合もあるということなので、どうなるか全く読めない試合、まあ試合の方にやっぱり集中していきましょうか。さあということで序盤
まだ一進一退の攻防ですが、ウィル・オスプレイの動きは決して悪くないというところ。高橋は、ハイフライフローの、ハイフライフローアタックからのハイフライフローで決めるという、まあ、これは、スティームじゃないわ、スパイクチョンソフトの、公式ロジックって言ったらいいんですかね。で、それが組まれてるのでそれを活かした、ようにしているので、そのコーナーからの飛び技、が決まればというところ、大ダメージ与えることはまあ間違いないと、スリングブレーザーなどでダメージを与えつつということになっていくでしょうね。で、対するウィル・オスプレイの方はご存知の通り、ストームブレイカーですよね。組んだ状態で出す大技、そして、飛びつきカッターで、このコーナーからの飛び技と、この辺なので、だからこの2人の戦いとなると、コーナーからの飛び技で命運分かれるんじゃないかなというようなところがありますね。それがどちらがちゃんと先に決めれるかというところ。さあ、棚橋が荒々しい攻めで張り手から、おお、ドロップキック。正面飛びドロップキック、スリングブレード行くかと思いましたけどね。まだそれは出さないというところか。さあ、というわけで試合開始まだ5分というところですが、やや棚橋の方が手数が上回っているかというところ。さあ、そうなるとストームブレイカーを出すまでに至るその道筋ですよね。そこまでダメージを蓄積させることができるか。さあ、ウィル・オスプレイとしたらじっくりと攻めていると棚橋に先に取られそうな気もしますが、ああいいですね、この蹴り技に関してはウィル・オスプレイ。しかしこの飛びつきのフランケンシュタインのホイップは決まらない。さあ、棚橋がちょっとリードというところか。ヒップトスからいいですね。連続で決めていくサマーソルトドロップ。いや、しかし、ああいいですね、今度は決めていた。さあ、こういう機動力はやはりウィル・オスプレイの方が上というところ。ただウィル・オスプレイのね、飛びつきカッターもね、なかなか決まらなかったりするので、あの辺の技が決まれば、ウィル・オスプレイの方に流れが、傾くんじゃないかというところ。さあ、徐々にダメージ、おー、ドラゴンが決まる。これはいわゆるドラゴン殺法ですね。さあ、しかしファルコンアローを決めていく。ここで一気に大技を持っていった2人。さあ、しかし連続技でここでウィル・オスプレイがペースを握るか。いいですね、棚橋何か技を出そうとしたんですけども、それをウィル・オスプレイが返していく。さあ、バックを取って、棚橋もバックの取り合い。ドラゴン先ほど決まったけども、ここは蹴りでウィル・オスプレイが制する。さあ、ロープに振って、もう低空ドロップキック、動きを止めていくウィル・オスプレイの、おー、移動速度を落とす。そしてそこからドラゴンでいきなりカウント 2.9 まで持っていく。試合時間、おお、そしてオキティ破りのネック&ツイストですかね。さあ、ウィル・オスプレイ、ここで一気に火がついたか。しかし、バックを取る。さあ、今度は、よー、ドロップキック。スリングブレードが出るか出るかと思いきや。さあ、ちょっとこれで、ウィル・オスプレイが、いやー、ファルコン・アローを持っていく。そして、テイクドロップキックじゃない、後頭部へのドロップキック。さあ、そして、いいですね、こういう小技はウィル・オスプレイの方が決めている。さあ、ファルコン・アロー、ファルコン・アローをどこに装備してたっけな。カバーに行くための技にしてたか、飛び技を決めるための装備してたかっていうようなところは、まあ、ちょっと今これはややこしいんでやめておきましょう。さあ、コーナーを巡る攻防になってくるとっていうところになりましたが、棚橋が冷静にフロントヘッドロックからのダルマ式、一気に持っていくか。どうだ、いや、ここでそろそろあのセリフを言わないといけないか。ウィル・オスプレイ頑張れということで、オーマクロス親子、そしてお母さんが、ウィル・オスプレイに放った言葉、立ちなさい、あなたの腰に巻いてるものは一体何なの、あなたにはまだ武器があるでしょうということで、お母さんは会場で吠えたそうです。吠えたいとかかんな、声援を送ったそうです。さあ、そしてその場飛びの、どうだ、いやー、カウント 2.9。 さあ、ウィル・オスプレイ、ここまでスチームじゃない、ストーンブレーカー出して、いや、これはまずい、どうだ、いやー、決まってしまった、愛してます。いやー、史実でいくと、その
G1 クライマックス29大間クロス親子が、大号泣した試合というのはウィル・オスプレイが、勝利したそうですが、残念ながらこちらの世界では、WMW の方では、タナシー・ロシュの方が勝利ということになりましたかね。試合時間12分23秒ドラゴンスープレックスホールドでタナシー・ロシュがウィル・オスプレイから3カウントを奪った試合でした。まあね、まあ、言い訳ですけども、ウィル・オスプレイが、まあ、最初にも言いましたっけね、この、ジュニアヘビー級として、この、ファイプロの世界に登場したというか、誕生したというようなところもあったんで、その、ジュニアヘビー級のレスラーとしての動き、パラメーターとか、ロジックとか、その辺が反映されてた分だけというところもあるのかな。まあ、その当時、まだウィル・オスプレイはね、棚橋に勝つにはちょっとまだ力不足というようなところもあったということで、この辺の時代の背景と、こう、時代背景というかな、時代の流れと、実世界とこのファイプロの世界を合わせていくっていうのはどうしたもんかというのは、まあ、悩み事はあるんですけども、まあ、今回は棚橋博士の方に軍配が上がり、ウィル・オスプレイも、決してね、弱いわけじゃなく、いやー、ストームブレイカーが、どうもスチームブレイカーなんねんな。ストームブレイカーが、出てればなというところですけども、またね、これは次回、また見ていただけたらと思います。というわけで、大間クロスさん、並びに大間クロス母、お母様、楽しんでいただきましたでしょうかね。また今後もよろしくお願いします。というわけで、本日はこの辺でお別れとさせていただきます。まだまだ30試合以上、ありますので、いろんな個性的な試合、次回も楽しんでいただけたらと思います。では、今回はこの辺でお別れです。またWe'll be right back.